私ね、つい昨日本田翼ちゃんのデッドバイデイライトをやってるやつを見たのね。私があーとか言ってるところ もう軽くスルーみたいな感じでそんなの気にしないぐらいな感じで、やっぱりやり込んでそうですごい怖いそうだったから、ぜひ翼ちゃんに助けていただきたいかな。怖いんだけど、近くにいるし。ごまきのギルド、はい、今回も始まりました。今回はそうだな、こうやって画面にもこうあるかもしれないですけど、デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。前回は確かなぜ初めてだったから、逃げ方もうとにかくよくわかんないし、他の YouTuber というか YouTube で上げてる方のやつとかを見たりとかしたんだけど、まあうまいわ。今日はもうちょっと上手にできたら楽しめるかなと思ってはいます。音をちゃんと聞いた方がいいんだってね。今回ね、ちょっと自分で直せるセルフケア、そのパークってやつでセルフケアってやつをつけました。回復アイテムを使わずに通常の 50% の速度で自分でこう治療ができるようになってくれるというね。もう一個、植物学の知識、出血を遅らせるの、治療速度と治療アイテムの効率が 11% 上昇する。自分でも治せるよっていう感じ。発電機のところにいるよ。ね、これ、あー！びっくりした。もうやだ。もうやだ。これ直してる音だよね。シュッシュッシュッ。違う。やられた音だ。ああ、こんな近くで。見つかったかな？見つかったかな？怖いんだけど、近くにいるし。なんかさっきから、あっ！やめて！やばいやばい！やばいやばいやばい！くっそ、よくも入れやがった。だからさ、なんなの？さっきからさ、あなたみたいな人がいっぱい見えるんだけど。怖い。何してんの？なんか罠仕掛けてんのかな？何やってんのこれ？だっていっぱい出てくるのよ。やっぱり罠なんだよ。
さ、なんか壁になるもの探してるのにないんだよ。もうやばみ、処刑された逃げるものがさ、うまく見つけれないとさ、気がついたらもう倒れてるよ。そろそろ発電機直したいんだけど。どこでやられた？あっちか。こっちだったらまだ強いの。うん。早く、あとちょっと。あとちょっとだよ。だから何これ。ここにいた？見失ったんだけど。わお、やられたぜ。ここちょっと直してみようか。私、狙われてばっかりかな。やめろよ、カラス。なになになに、どういうこと？脱出できるの？誰か吊るされてるよ。やばい。ああ、やだ。あの人助かった、今のうちに。おとりになれた。私は置いてかれるのか。天に誘われてる。私直したのに。指が、指が。ああ、あとちょっとだったのに。惜しい。これ二回目なんですけど。全部でね、その前回と今回にしてはちょっと今最後のは自分でもなんか楽しめてる感ありました。なんか惜しいなって気持ちが楽しい感じにつながりました。でもなんかあれはどうすればよかったんだろう。
気がついたら勝手になんかおとりみたいになってぶら下がってたんだけど、その前になんかこうぶら下がってた人は助かってるしみたいな。いやー、まだ全然なんかもうちんぷんかんぷんなんで、皆さんよかったらアドバイスお願いいたします。はい、パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ